どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということで今回はブラッククローバーの最新話について簡単に見ていきたいなと思います。この最新話に入る前にちょっとのお知らせということで、前回ね出した動画になるわけなんですけど、今ちょうどこのブラッククロの人気キャラ投票ということでね、先週のジャンプでもジャンプ内での人気キャラ投票っていうのが発表されてたわけなんですけど、今ねちょうどこのムカチャンネルの方でも人気キャラの、ね、ランキングを出そうと思って募集ねしていますので、前回の動画でぜひね皆さんの好きなキャラクターの方をまだコメントしてないよって方ね、ぜひコメントしていただければなと思います。ということでね、今回はページ264最強の帯同ということで、団長会議のね後半になっていくわけなんですが、ナハトがね反撃の作戦を立てているということで、そこから始まっていくわけなんですが、ナハトがもたらす反撃の兆しっていう風に書かれてるわけなんですが、俺の魔法なら奴らにバレず王城内に侵入できる、そこでダークトライドを強襲しカッコ撃破するという風に言っているわけなんですよね。この影魔法っていうところでバレずに潜入していけますよっていうね展開になっているわけなんですが、重力肉体魔法のダンテ、呪符血液魔法のバニカ、空間法ね魔法のゼノンっていう風に言っているわけなんですよね。この空間って言ってるけど、ほんまに普通の空間魔法なんですかね。ちょっと気になりますけど、今前のね何個か前のジャンプの黒の情報欄にも空間ハテナ魔法って書かれてたので、なんかただの空間魔法じゃない気がしますけど、空間魔法ってナハトが言ってるんで普通の空間魔法なのかなって感じもしますけどね。でもこの書き方で言うとね、重力呪符空間って感じで、この3つが悪魔の力ってなると、やはりそんなね普通の空間魔法ではなさそうな感じはしますよね。でこの言うのがねゼノンっていう言葉に引っかかって、ゼノンって感じで顔をねまた暗くしてゼノンを思い浮かべるわけなんですね。でナハトは、ただ俺の魔法では大勢連れていけない、奴らを倒せる可能性が最も高いものを選ぶ必要があるっていう風に言うわけですよ。そしたらジャックが、くわっ、たるめえだ、俺たち団長から選ぶに決まってるぜっていう風に言いながらね、この手をパキパキ言わしてるわけなんですよね。でもユノンがここで立ち上がるわけですよ。俺に行かせてくれ、ズーズーしいのは分かっている、でもお願いしますっていう風に言うわけなんですよね。もう顔がマジなわけなんですが、ああバカかてめえは、一度負けてるやつを行かせるわけねえだろうっていう風にジャックが言ってるわけなんですよね。でフェボレオンも、ユノン気持ちは分からないでもないが、クローバー王国に残り国を守るのも大事な任務だっていう風に言うわけですね。でアスタがユノンって感じで心の中で思っているわけなんですが、ナハトがねここでまた不敵な意味を浮かべるわけですよ。てん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 って感じで不敵な意味を浮かべるわけなんですが、君には聞きたいことがあったんだっていう風に言うわけですね。スペード王国にはダークトライドに対するレジスタンスが存在する、先日その一人が秘密裏にクローバー王国にやってきている、今君のところにいるだろう、君は何者かなっていう風に聞いてるわけなんですよ。ナハトのこの顔パパすぎやろって感じしますけど、ジャックが何っていう風に言うわけですね。でそれとね言うのが、俺はスペード王国の王子らしいっていう風にもうはっきり言うわけですよ。そしたらもうみんな驚くわけですよね。ノゼルとかフェゴリアンもって感じの顔をするわけなんですが、もうアスタがね一番驚いてるわけですよ。スペード王国の王子って感じでねめっちゃ驚いてるわけなんですが、もちろんねこの一緒にずっと育ってきてね、まさかの一緒に下民やと思って育ってきたのにまさかの王子だったってねなったら、もうそんな衝撃でしかないわけなんですが、ユノお前本当かっていう風に聞くわけなんですが、ああ王族への反逆が起きた時にクローバー国へ逃がされたらしいっていう風に言うのが普通に返すわけなんですけど、アスタはお前すげえ淡々とっていう風にもう呆れてるわけなんですけど、そしたらノゼルがね、なるほど王族ならばあの魔力も納得かっていう風に、なんとなくね納得しているわけなんですが、もうアスタはね目をキラキラ光らしてるわけですよ。っていうのがね、俺の元にいるそいつは旧スペードの王族の従者だ、敵のことも城内のことも詳しいはずっていう風に言うわけなんですけど、ジャックがか、ますます任せられるかよ、その従者が敵のスパイかもしれねえだろうが、下手すりゃてめえがスパイの可能性だってあるぜっていう風に言っているわけなんですよね。っていうのが、俺が助けないと意味がないっていう風に言うわけですよ。俺だけじゃない、エルフの一件以後あんたたちはバンジャンス団長にも不信感を持っているだろう、ただそれも仕方のないことだと思う、バンジャンス団長は人間とエルフどちらかを選べなかったから、だからこそ今苦しみながら誰よりも真摯に魔法騎士として戦い続けている、あの時奴に敗れた後薄れてゆく意識の中で覚えていることがある、バンジャンス団長は金色の余計団員を守りながら戦っていた。すごいね、これユノがやられた後バンジャンスも戦ってたんですね。バンジャンスあの時もやられたと思いきや手にも足にもね骨刺さってますけど、世界中魔法でね団員をみんな掴みながらやってますけど、でもこれに関してはユグドラシルの芽吹きではないんですよね。でその時のね回想シーンが描かれるわけなんですけど、ついにねちょっとバンジャンスとゼノンの戦闘シーンがほんまにちょっとだけ描かれるわけなんですが、少しでも戦いに専念するために荷物は切るべきだ、だがお前は切らない、その選択のせいでお前は負けるんだっていう風にゼノンが言ってるわけですね。でもバンジャンスは、切るわけがないだろう、私が苦難の道を歩ませた、それでも彼らは呪うことなく
再び立ち上がり邁進した、彼らは私の誇りで私の夢だっていう風に言ってるわけなんですね。でここはね、普通に団長会議の場に話が戻って、俺たちは守りながら戦ったからバンジャンス団長は捕らえられたんだ、あんたたちからすれば一度国に背いた裏切り者でも俺たちからすれば誰よりも頼もしく優しい団長だ、奴は金色の夜明け全員を殺した気でいる、だが俺たちは全滅しちゃいない、生きている、バンジャンス団長の力でまだ終わってねえ、俺たちがクローバー王国最強の魔法騎士団だっていう風に言うのかな、完全に怒りながら言っているわけなんですよね。でもこの回想シーンみたいなところでね、一応ユグドラシルの芽吹きがね載っているわけなんですけど、どうなのかな、これでアレクドラっぽいやつのところのセリフがね消えてるんですよね。文字が書かれてないっていうのはそれもちょっと気になりますけど、このユグドラシルの芽吹きに関してはね、この半年前ぐらいのかな、この話があった時の考察でね出したんですけど、ライヤー使ったんじゃないのっていうね考察を出してるわけなんですが、どうなんかな、ライヤー使ってると思うんですけどね、ちょっと気になりますけど、俺たちは守ったバンジャンス団長が正しかったということをそれを証明しに行くんだ、バンジャンス団長は俺が助けるっていう風に言ってるわけですよ。でなんかもう周囲がねピリピリしだすわけですね。でジャックがなんだこの魔力は、てめえ勝手にほざくのもいい加減にっていう風に言っているわけですね。するとちょっともう黙ってくれるっていう風に声がするわけですね。でするとシルフがねなんかこう三角座りみたいなのしてるんですよ。で今マナを蓄えてるんだから、あの骨野郎を倒すためにユノはもう負けないわっていう風に言い切るわけですね。なんかここでシルフの進化みたいなね来そうな感じしますよね。でナハトがね、賞賛がないわけではなさそうだ、いいだろう、君みたいなやつは嫌いじゃないってことでね、なんとユノ行きますね、ユノ行くということで、ユノ精鋭部隊に選ばれないというね考察はなんと外れてきたというところではあるわけなんですが、まあでもなんかね闇落ちに関してはねちょっとずつほんまに近づいてる感じもするんですよね。でこの次のコマのねアスタの顔がめちゃ面白いんですけども、めっちゃ見開いて目点になってるんです、こんな顔もってなってるんですけど、もう口もね開いてるわけなんですが、スペード王国の王子でも金色の夜明け副団長でもユノはユノだなっていう風に言ってるわけですね。副団長というところには驚かないんですね。まあ元々してたんかどうかわからないですけど、先越されたっていうところで驚くような感じしますが、でもナハトがね、ではスペード王国への出発は2日後明朝、作戦詳細は追って伝達するっていう風に言うわけですね。でアスタが言うのに、ダークトライドを倒して団長2人を助けるぞっていう風に言っているわけですね。でもなんかこの時のねユノの反応がなんか微妙なんですよね。いつもならユノならねここでおーとか言うじゃないですか、何も言わないんですよ。ちょっとそれが気になるところでありますけど、ルゴルがね、となればハート王国にも協力要請をしたいわっていう風に言うと、シャーロットが、あだがハート王国とは昨日から連絡が取れない、まさか何かあったのかっていう風に言ってるわけですね。シャーロットもやっぱハート王国に行ってたんかな、ちょっと気になりますけど、ナハトがね、昨日ダークトライド全員が城を出ていた、3人とも不在だったから俺がスペードで大きく動けたわけだが、バニカはハート王国を襲撃していたのかもしれないなっていう風に言ってるわけですね。でアスタがなんだってっていう風に驚くわけですね。でここでねハート王国に最後のページだけ映るわけなんですが、ノエルがパチッと目をね覚ますわけですよ。でノエルがこの立ち上がったところはなんかねこの草の上なんですね。これはひょっとしてってね感じではありますけど、えっていう風にノエルが言ってるわけなんですよ。でその目の前にはある人物が立ってるわけなんですね。ようやく目覚めたかっていう風に言うわけなんですが、あんたたちはっていう風に驚くと、目の前にはパトリとファナ、ベッド、ライア、このサードアイがね来たということで、現れたのはかつての宿敵たちっていうところでね、やはりサードアイとパトリが今回のスペード王国の強襲だったりとかダクトロイドの戦いに参加してくるっていうね、これに関しても半年前に出してた考察ですよ。ここでねやっと回収されてきたということで、やはりねこのダークトライアドの3人っていうところとね、サードアイの3人っていうところがなんかめちゃつながってくるじゃないですか。でこの世界一マップに関してもね、やっぱなんかライアっぽい感じしますよ。だってねノエルの下見てみるとね、これ草が生えてるんですよ。これ多分世界一魔法ですよ。世界一魔法でハート王国のだからノエルとかミモザたちも助けに来てるっていうね、そんな展開の感じがするんですよね。でも明日にはサードアイたちに関してももうちょっと動画出そうと思うわけなんですけど、まあこの回想シーンの方でね、このバンジャンスの回想シーンが出たわけじゃないですか。でいろいろ回復させたりしてるわけなんですけど、このユグドラシルの抜きに関してはね、やはりバンジャンスではなくライアなんじゃないかなっていうのを思うわけなんですよ。やっぱこれをね誰が使ったのかっていうのはユノ自身気づいてないわけじゃないですか。意識がはっきりしてなかったっていうふうに言ってたわけなんで、そう考えるとこのとりあえず金色の焼け団員を助けたパトリもね、一応バンジャンスとね体を共有しながら金色の焼け団の団員たちとは一緒にいたわけなので、ライアの魔法世界中でパッと回復させて、まあ、次ハート王国に移ったのかなって感じもしますけど、まあ、そのハート王国に移っていく流れとかね、どんな流れがあったのかっても気になりますけど、その辺とかねまた次回の動画でお話をしていきたいなと思います。はい、ということでね、今回はブラッククローバーの最新のページ264についてお話をしました。ぜひね皆さんの気づいたところありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。
自分で切り開くんだってそれとなく溢れ出る情熱のままさ歩き出そう。